なるほど。経緯は把握した。君が電脳空間からログアウトして出現したという新宿のあの場所は、エデンへログインした場所と同じか、あるいはその付近なのかな。ふん。では、今こうして私と会話している君とは、また別の体がどこかに存在するわけだ。肉体から精神データが分離してしまい、個別の存在として現実世界に現れた。それとも何らかの理由で新宿に移動した肉体が壊れたデータの怪人のような姿に変化した？いずれにしろ奇妙奇てれつな話ではあるが、目の前にまさしく摩訶不思議な姿をした君がいる。現段階では状況証拠による単純な推理しかできない。早速情報収集を進めよう。まずは君がエデンにログインした場所の現状を確認するのが定石だろう。君はどこでログインしたんだ？君は今どこにいる？電脳犯罪事件をはじめ、多種多様な超常現象事件の解決に確かな実績を誇るクレミ探偵事務所だ。君の身に起こった怪異的現象の謎を解明するのに、これほど頼もしい場所はないだろう。そして君が腰掛けているのは依頼人用のソファー。何、依頼報酬の件ならば心配しなくていい。君の存在はすでに何よりの報酬なのだよ。大船に、そうだな、メアリー・セレスト号あたりに乗り込んだつもりでいなさい。さて、話を戻すとしよう。君がどこでログインしたかだが、それよりも何よりも前に君の姿をどうにかしなければいけないな。その姿ではまともに外を歩くこともできまい。それに じっくりと観察して確信したが、君はまさにデータの塊。しかし君は私の声を聞き、ソファーに腰掛け会話している。現実世界の物理法則、つまりリアル特性を持ったデジタル体、反電脳体と名付けるとしよう。君の体がデータで構成されているならば、見た目をどうにかすること自体はさほど難しくないだろう。適合するデータを取り込み修復すればいい。君は基本的にはエデン内で使用されているアバターと構造を同じくしているはず。クーロンの放置データの中にアバターパーツのデータが見つかれば上々なわけだが、
問題はその状態でログインできるかどうかだな。ん？なんだ？テレビがどうかした？こっちよ。飛びなさい。
私の声が届いたようね。ようこそデジラボへ。ここはデジタルワールドとかすかに交わるデジモンたちの楽園。私は三神楽ミレイ。あなたにこの楽園を解放してあげる。知らないなら知らないで、特に問題ないわ。今のところはね。時が来れば、おのずと知ることになるはずだから。知らないなら知らないで、特に問題ないわ。今のところはね。時が来れば、おのずと知ることになるはずだから。デジタルモンスターラボラトリ、タルラボでもモントリーでも略し方は自由だけれど、私はデジラボをおすすめしているわ。私があなたを呼んだ、それは少し違うわ。あなたが私を呼んだの。あなたはデジモンと深く交わり始めている。その運命の交差に私は引き寄せられ、あなたを見つけた。つまり私はあなたに呼ばれたのよ。話はこれくらいにしましょう。まずはここがどういう場所か、自分の目で確かめてみて。
Oh!
無理しちゃダメだよ。
行くぞみんな。みんなよく頑張ったね。無理しちゃダメだよ。無事に戻ってこれたじゃないか。当然、しかしよくよく現実離れした能力だ。物理法則に律儀に従っているのは物質生命体としての本能的な恐怖によるものかな。本当に興味深い。邪魔するよ、京ちゃん。相変わらず物音一つ立てませんね、おじさん。おっと、すまん。またやっちまったか。それと、その呼び方もいい加減改めてもらえませんか？子供の頃の呼び名ですよ。人前ではさすがに気恥ずかしい。京ちゃんこそいい加減諦めてくれないかい？俺にとっちゃ京ちゃんは京ちゃんだよ。いくつになっても美人の凄腕探偵になってもな。それでいつからそこに？どこまで話を聞きました？今来たところだが、なんかまずい。ああ、先客がいたのか。すまんすまん。依頼話の最中だったのかな。
いえ、この子は依頼人ではありますが、少し毛色の異なる存在でして。お？では何者だい？今はまだ何者でもない。そんなところです。紹介しておこう。こちらは又吉刑事。父の代からの付き合いでね。窮地の中だ。信頼もしている。電脳犯罪を専門に追う本庁好きのエリート部署の刑事だよ。見かけによらずと思っただろう。ま、実際のところ見かけ通りのはみ出し者だ。出なきゃ探偵ってのはうさんくさい連中とつるんだりしないさ。おっと、出現。それで、何か事件ですか？依頼でしたらどうぞ、ソファーにかけてお待ちを。今、美味しいコーヒーを入れて。いや、いい。今日は依頼じゃない。コーヒーはいいよ。エデン症候群の件で少し気になる噂を耳にしてね。キョウちゃんも興味があるんじゃないかな？聞かせていただきましょうか。この子なら大丈夫ですよ、おじさん。実はエデンに絡む特殊な関係者です。それにある種のスペシャリストになりうる素質があります。話を聞かせておくべきでしょう。そうか、キョウちゃんのお墨付きなら問題ない。話ってのはエデン症候群患者を隔離している例の特別病棟の噂だよ。おっと、未来の専門家さんにはエデン症候群の説明が必要かい？お願いします。エデン症候群ってのはエデンを利用中のユーザーが突然意識不明になり、そのまま目覚めなくなる奇病だ。年々患者数は増えているが、原因、治療法、症状、未だ多くが謎に包まれている。セントラル病院にはエデン症候群患者の専用病棟、特別病棟があって、そこでは研究及びが妙に情報統制が厳しくてな。患者の家族も立ち入れない秘密の隔離施設があるとか。神城のイメージダウンになるのを恐れて事実を隠蔽しているんじゃないかなんて噂もある。
今回の件も噂の息を出ない類ではあるんだが。近くセントラル病院の背後が動き出しそうだ。背後、上城エンタープライズですね。ああ、セントラル病院は上城の息がかかっている。エデンネットワークの運営元である発症患者の増加、症状の重篤化傾向、それらが明らかになりつつある今、上城が黙っているはずがない。九段の病院で人の出入りが激しくなっている。特別病棟のセキュリティも強化されるらしい。これは何かある。ようやくですね。ああ、やっとだ。やはりコーヒーを入れてきますよ。景気よく乾杯といきましょう。おっと、そろそろ署に戻らないと。悪いが、乾杯はまたの機会にしよう。じゃあ、またな。君、京ちゃんの入れたコーヒーには気をつけろ。特に色と固形物にはな。ほら、いつか京ちゃんのコーヒーを鑑識に回す日が来るんじゃないかと。そいつはシャレになんねえよな。聞いての通りだ。エデン症候群絡みの生きた情報は手に入りにくい。背後で上城の統制が行き届いているからな。そしてこれからさらにセキュリティは厳しくなる。エデンで異変が起き、異常な状態の君が現れた。タイミングを同じくして上城も動くという。これは偶然か？いな、必然だ。この上なく明白な論理だ。推理するまでもない。私はこれからセントラル病院へ向かう。セキュリティ強化の前に可能な限り情報を引き出す。君もぜひ同行してくれたまえ。君の状態に関する情報も得られるかもしれない。求めよ、さらば与えられん。叩けよ、さらば開かれん。いや、君の場合、開けごまが適当か。
Thank you.